こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてあるライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はカインさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあカインさんについて自己紹介をお願いします。カインです。24歳で今大阪に住んでおります。間取りがダイニング10畳の洋室和室各6畳6畳でっていう部屋に住んでおります。一応じゃあ 2DK って感じですか。 2DK です。はい。というわけで、まあ、なかなかこちらのスペースとか普通のご自宅にないような雰囲気に、ね、まあ、空間になっていたり、ちょっと面白いところがたくさんあると思うので、そのあたり紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初こちらのスペースを紹介していただきたいんですけど、ここはどんなお部屋になりますか。ここはリビング兼寝室のみんながゆったりするスペースというか決まりはない場所ですね。はいはいはい。カンドラ見たり、みんなでカードゲームしたり、はいはいはい、なんかこのスペースを作るにあたってこだわったポイントみたいな、そういったところ何かありますか。まあ、本当はベッドをなくしたいんですけど、まあ、ベッドはもう見えるので、なんか限りなくもう馴染ますように白ベースにして、ちょっと物が多いから作りすぎてるように見えるんですけど、なんか作りすぎてない感を自分は意識してて、実は見せるようで見せてないのがこだわりですねはいはい、はい、見せてるんですけど、テーマは生活する一部のスペースみたいな感じがこだわりですかね。まずこちらのディスプレイからちょっとお伺いしたいなと思います。はい、キリンがモチーフになってるこれですね。こちらのオブジェクトからちょっとお伺いしたいんですけど、これは何ですか。これは僕が大阪に引っ越してくるときに実家から持ってきたキリンのオブジェです。この塗装の感じが民族っぽい感じで、当時はそんなこと考えてなくて部屋にあったから持ってきたんですけど、こっちで小道具屋に来たら全く同じものがあってあ、うちの母すげえなっていうストーリーもあるオブジェです。そしたらじゃあ、あとはそのお隣かな、こちらの赤と白のこのこれですね。はい、これは何ですか。これがレコードプレーヤーで、ポータブルのレコードプレーヤーなんですけど、まあそこで線つないで照明焚いてここで見せながら音楽を聴くみたいなスペースというかアイテムというか、うん、すごいなんかめちゃくちゃいい感じに人気入ってますね。そうですね、1950年か60年代ぐらいの行きつけの小道具屋さんで購入したものです。普段はじゃあこのレコードプレイヤーを使って音楽を聴くことも結構あるんですか。僕はそんなに音楽は好きじゃなくて、な彼女が好きなので、はい、彼女がこれを使って音楽を聴いたりしてますね。これどっかのなんかブランドとかのものなんですか。ブランドやと思うんですけど、あ、でもビクターですね。ビクターのヴィンテージのものです。はいはいはい。ただちょっと今お話にも上がったちょっとライト、はい、照明の話も少しお伺いしたいんですけど、はい、こちらの照明はどこで購入された。この照明もこれも一緒なんですけど、と大阪中崎にあるスターキャットっていう小道具屋さんで購入しました。モチーフはちょっと分かんないんですけど、ヴィンテージにあるアイテムの中の一つなんですけど、それをスターキャットのお客さんなんですけど全く同じものを作ったっていうアイテムです。物はヴィンテージ意識してて、でも使ってる素材とかは現代のものやから、そこがちょうどいい感じになってるのかもしれないですね。なるほどね。そのお隣に書いてあると思うんですけど、これは何て読むんですか。これは思い出コーヒーっていう読みます。これちなみにどういった意味で、これはこれは僕がまあ仕事をするにあたって誰かの思い出に残るようなことをしたいっていうのが自分の中であって、それをテーマにしたコーヒー屋を最近始めたの で、うん、でその名前を字で書いてもらったやつです。へ、うん、これ別に店名とかでは。店名です。あ、店名が思い出コーヒー。そうです、うん、ちょうどコーヒーのちょっとお話とかは、お伺いしようかなと思って、そこでまた詳しくお伺いできればなと思います。はいはい、あとはじゃあそのまたお隣にあるこの黒い扇風機ですかね。はい、これももうアンティークになると思うんですけど、何年か忘れたんですけど、結構昔のやつで、東芝の前の会社名やった時に作られた、と全部鉄の扇風機ですね。普段結構使ったりもするんですか。めちゃめちゃ使ってますね。クーラーつけずにこれだけとか
もう全然使うんですけど、全部鉄なんで風量がすごくて、普通の扇風機よりも全然強いぐらい強力な扇風機ですねこれちなみにおいくらぐらいで購入されたんですか？もうアンティークでメンテもしてて、で3万か4万ぐらいで購入したと記憶してます。はい、じゃあちょっと贅沢な扇風機で。そうですね、かなり贅沢だと思います。なるほどね、ありがとうございます。うん、窓際にまたこちら植物だったりもね、ちょっと置いてたりするのかなと思うんですけど、はい、そういった植物とかも育てるのお好きですか？そうですね、育ってる気はあまりないんですけど、勝手に育ってくれてるので。育っちゃった、うん、育っちゃった、死なずに育っちゃった、横にいたみたいなじゃあ特になんか植物はこだわってこう選んでらっしゃるとかそういうわけであんまりないんですか？でも買う時のポイントは、コーデックスまではいかないですけど、茎が太かったりトゲトゲがあったりいかつめの植物が自分は好きで、それをまあ選んでるんですかね。うんうん、そしたらこのじゃあ2つの植物について、まあ、どんな植物なのかちょっとお話をお伺いしてもいいですか？左が何だったっけ、ガジュマルですね左がガジュマルです。ガジュマルはうちの先輩が僕の退職祝いにくれたガジュマルで、これも自分では買うか迷ってたんですけど、いただいたので、これは丁寧に育ててますこれどんぐらい育ててらっしゃるんですか？これでも1年ぐらいですね。結構大きくなったとか成長はしたんですか？これいや、成長はまだ感じられない感じられないんだ感じられないですね、まあ、これからって感じ。あ、これからじゃあまだ伸びしろは、まだ伸びしろだらけですね。うん、これからですそしたらじゃあちょっとお隣の植物について。こっちが5年前ぐらいに購入した花キリンっていう植物で、これは逆にもう伸びしろしかなくて多分こんぐらいしかなかったんですよ最初。はいはいはい、そこからもうだいぶ伸びて、で毎年花も咲いてくれるので、ここにある植物で一番歴が長いというか。あ、そうなんですね。相棒みたいな感じですね、はい、植物の中の。こちらは順調に、まあ、順調に育ってくれて、うん、そこまで愛はないんですけど愛はないけど、そこまで愛はないけど順調に育ててくれてる感じですね、うん、そしたらじゃあまたちょっとその奥、こちら上にあるこのアート作品って言ったらいいですかね、はい、こちらについてお伺いしたいんですけど、これはなんかどなたアーティストさんが描いた？これはアーティストではないんですけど、ガジュマルをくれた先輩が僕の部屋をイメージして描いてくれた作品です。その先輩の方すごい多才なんですね。多才ですね、すごいお世話になってる先輩で、まあ合わないわけがなくちょうど馴染んでくれて、まあ、本当は照明とかつけたいんですけど、今はそれをちょっと考えてて、もっと目立たせれるようにする予定です。わかりました、うん、そしたらじゃあその下にある細長いフラワーベースというかね。そうですね、はい、あると思うんですけど、これはどちらで購入されたものですか？これが大阪中津にあるローライトスペースっていう、まあ、小道具屋さんですね、で購入しました。これもなんかすごい特徴的な、まあ、形だと、なんか素材感もなんか不思議な感じですね。そうですね、でもまあこう見えて多分陶器やと思うんですけど、店主さん曰く中が割れてるらしいので、すごい安くしてもらって3000円ぐらいで購入して、多分1万ぐらいやったと思うんですけど、はいはい、まあ、もうそれなら買おうっていうことで買いました。塗装みたいな感じでこう黄色く塗られてるんですか？これ。そうですね、全部塗料やと思います、うんうん、なんかこの雰囲気にやられて購入しました、うんうんうん、ありがとうございます。今度向かい側ですかね、ちょっと移動して、はい、ベッドスペースの方からちょっとお話をお伺いしたいなと思います、はい、横にねタペストリーがたくさんかかってると思うんですけど、タペストリーはお好きでいろいろ買ってらっしゃるんですか？うんうん、そうですね、ずっと欲しくて探してたんですけど、このデカさのタペストリーが小道具屋さんに行ってもなかなか見つからなくて、2つともたまたま見つけてすぐに購入したものですね。ちょっと左から順番に細かいお話をお伺いしたいんですけど、はい、これ左のものは何がモチーフになってる？これはおそらく木ですよね、うん、木とどっかのなんか村なんですかね、うまくシミの感じもなんか空みたいなオーラみたいな感じになってて渋いなと思って、ここだけ多分ウールかなんかがついてて。これ大体おいくらぐらいで購入されたの？8000円ぐらいで購入したと思います。うん、そのお隣のちょっとこちらタペストリーもお伺いしたいんですけど、うん、これはまたちょっと一転して少しこう色味のあるアイテムですね。そうですね、これは家ですよね家と池
ト機、これ何なんやろ、看板なんですかね、ポストみたいな、ポストですかね、ポスト多すぎるけどな、ポスト確かにどういったところにかポイントで購入されたんですか。これはデザイン性はもちろんですけど、色味が赤が好きで僕、うん、赤重視に作られてるのと、水色の差し色があったり、垂れた紐がめっちゃ可愛かったり、完全にデザインで選びました、これは、うんうん、なるほど、ありがとうございます、うんうんうん、下にメインのソファー2つ、まあ、向かい合わせであると思うのでお伺いしたいんですけど、これは同じブランドのあれですか。同じブランドです。同じブランドなんですけど、だいたい仮木って言われるんですけど、仮木じゃなくて、はい、楽天で2万ぐらいで購入し、2万と1万で購入した無名のブランドですね。無名のブランド。無名のブランド。どうですか、座り心地とかは。めっちゃ良くて、ブランドで決められちゃうとちょっと何とも言えないんですけど、2万の割にはちょっと破けちゃってますけど、持ちもすごい良くて、買って5年ぐらい経ちますけど全然問題なく使えてるし、安くていい感じのソファー探してる方にはすごいおすすめしたいというか、うん、そういうソファーですね、うん、下に、まあ、ローテーブルって言ったらいいですかね一応ローテーブル、一応ローテーブルですね、はい、一応ローテーブルですね。これ今木の板を、まあ、上にこう、そうです、本の上に重ねてる、はい、木の板とかなんかどこまた古道具屋さんとかで見つけられたんですか。これはテーブルを作るときに余った端材で重ねただけです。なるほどね。テーブルは多分また後ほどあのカフェスペースがね、うん、まあ、こっち出てくる。あ、なるほどね、それで作った。でその塗装してる時にピョッてなったような感じがめっちゃかっこいいなっていう、アートじゃねって思ってこれをもう置いちゃおうって感じで。あ、なるほど、置きました、はい、味わいで出てますね。そうですね。下とかにもこうお家の本だったりとかあるのかなって気がするんですけど、うんうんうん、そういったものは結構読まれたりするんですか。結構読みます、うんうん、全部は参考にしないですけど、いろんな人のお家を見るのがすごい好きで結構買ってますね。今までこう読んできたものとかで印象に残ってる雑誌の回だったり、なんかお部屋とかあったりします。印象に残ってる、そうですね、このビームスホーム、はいはい、でビームスのスタッフさんが部屋を紹介してるっていう本なんですけど、僕の部屋とすごい似てる人がいて、小道具めっちゃいっぱいで茶色と黄色と赤みたいな部屋のなんか色の組み合わせ方をしてて、すごい共感できたというか、うわめっちゃいいと思ってその本もめっちゃ気に入ってますね。あ、そうです、うん、カーサブルータスと、うん、内容によっちゃアンドプレミアムも買ってますね、うん、なんか生活史が好きなんですかね、うん、っていう感じです、うん、なるほど、ね、うん、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ、まあ、サイドライトというかね、うんうんうん、これもまたちょっと変わった形の、そうですね、デザインだと思うんですけど、これはどこで購入されたんですか。これは大阪のウォントアンティークっていう小道具屋さんで購入しました。このタイプはすごい欲しかったんですけど、真鍮っぽい素材にこの大きさっていうのが一番自分の家には合うかなと思って、それで購入しました。結構夜とかはあれですか、こういう間接照明とかで普段は過ごすことが多いんですか。そうですね、主照明というかそういうのはつけずに間接照明だけでここで寝転がって韓国ドラマを見たりしてます。はい、うん、ありがとうございます、はい、続いてこちらのスペースを紹介していただきたいんですけど、ここはどんなスペースになるんですか。ここはキッチンと、まあ、ダイニングになるんですけど、キッチンが、まあ、メインであるので料理を食べるとこやったりくつろぐ場所ですかね、うんうん、独特なこうレイアウトだったり雰囲気がちょっと漂ってるなと思うんですけど、このスペースを作るにあたってなんかこだわったポイントまたお伺いしてもいいですか。壁紙が茶色っていうこともあって、秘密基地にバーカウンターができたみたいな感じの、メインはみんなで団らんできてそこでご飯も食べれてみたいな基地的なニュアンスを、まあ、部屋にしたというか、そういう感じですね、うんうん、床とかね DIY というかこれされてらっしゃるんですよね。そうですね、こうなんで木買って塗装したやつを普通に並べたっていう感じですね、うん、これだいたいどれくらいの予算でこのできたんですか。これはどんぐらいですね。でも1万1000ぐらいでできました。お手頃な感じで、しかもまあもともと下にあるフローリングに傷がつかないっていうのも一つのしたい理由というか。あ、なるほどね、っていう感じです、うん、この赤い壁は DIY じゃないんですね。これ DIY じゃないんですよ
これ元々あったやつ。元々あったんですね、うん、内見で一発目で、まあ、ここに来て、まあ、そこの扉を開けたらこの壁があってここにしますと決めた一番のポイントですね。じゃあまずこちらの赤い壁側のねこのディスプレイからちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、まあ、ざっくり4段かな。そうですね、こう分かれてると思うんですけど、どんなものがここは収納されてるんですか。ちっちゃい雑貨やったりティーカップ、そばチョコやったり湯飲み、お気に入りの雑貨たちが並ぶ棚みたいな感じですね、うんうん、上の方から順番に聞いていこうかなと思うんですけど、うん、壁掛けというかね動物をモチーフにしたオブジェだったり、これ順番にじゃあお伺いしていってもよろしいですか。はい、この鹿から、はい、じゃあ鹿のなんか壁に掛けるオブジェって結構いかつめのものが多かったりするんですけど、その中でも自分が好きな店でたまたまこのリアルかつ子供っぽい柔らかい鹿がいたんで、これは買うしかないと思って買いました。大体どれぐらいの予算金買えたんですか。これは 5,6,000円で買えたと思います。神戸のアンプロップっていう名前かな、お店で購入しました。確かにこのサイズ感売ってそうで売ってないですよね。そうなんですよ、だいたいなんかこんぐらいなんですよね、うん、確かにでかいですもん、ね、でかすぎて部屋のメインになっちゃうのがちょっと気持ち悪くて、それだけは避けたくてこれを買いました、うんうん、そのお隣もうちょっとお伺いしてもいいですか。はい、これが京都の陶器に雲龍柳ですね、雲龍柳を入れてこのまあ木に施しをしてるんですけど、それをこの照明で照明つけるとまあこういう感じで、天井にもこの光がこう当たってるので天井にもちょうど影がいって、なんか一つのアートになるように作ったやつで、これは京都のお店とかで壁掛けがすごい一個一個こだわってる店が多いんですけど、そこを真似させてもらって作りました、うんうん、これ壁に設置方法はどうやってこれ今してらっしゃるんですか。これはね言ったらダメなんですけど、釘を刺しちゃいました賃貸なんですけどね、まあまあまあ、まあまあ、壁ということでじゃあそのまま2段目のちょっとスペースについてお伺いしたいんですけど、グラスだったりそういったものが置いてあるって感じですかね。そうですね、うんうんうん、なんかこの中でお気に入りのアイテムは何かあったりしますか。2段目がこのグラスなんですけど、これが昭和かな、昭和の時に作られたグラスで、まあ、吹きグラスなんですけど、よく見たら擦り傷だったりちょっとした気泡やったり入ってるのが普通 でその中でも亀甲のカットされてるグラスがなかなかないらしいんですよ。それを僕の勝手に師匠と呼ばせてもらってる先輩がいて、その先輩が退職祝いに僕にくださって、これはすごいお気に入りで、日本酒とか飲む時にこれでよく使って飲んでます。結構レアって言ってましたね。ありがとうございます。また下は今度はティーカップがたくさんあると思うんですけど、結構ティーカップはお好きでなんかいろいろ集めてらっしゃるんですか。そうですね、全部これだけなんですけど、コーヒーすごくよく飲むので、コーヒーの中でも浅入りのコーヒーをティーカップで飲むのがすごい好きで、浅入りといえば花柄、フルーティーとかお花のような香りとかがあるので、お花をメインにティーカップを選んで購入したりって感じですかね。こっちはもう浅入りのコーヒーとか紅茶専用で、深入りは湯飲みとか、まあ、陶器のカップを使って飲んだりしてます、はいはい、こういうなんかティーカップだったり、まあ、陶器のグラスだったり、うん、よく買うお店というか、うんうん、行きつけのお店みたいな決まってたりしますか。いや全く決まってなくて、ここら辺はもう小道具ですね。小道具で、ここら辺はリサイクルショップです。そうなんだ、全部リサイクルショップで、このウェッジウッドのティーカップとかは最近購入したんですけど、大阪の追松通りっていう古美術祭りっていうのをやってて、アンティークの陶器とかがいっぱい置いてる店が並んで、フリマみたいな感じで安いものがいっぱい並ぶっていうお祭りがこの前あったんですけど、そこで購入したもので、うん、なるほどね、ありがとうございます、はい、そしたら今度ちょっとお隣に移動して、はい、アート作品がねこちらにまた並んでると思うんですけど、うんはい、これはまたなんかどなたかデザイナーさんが制作された作品なんですか。これは画板なんですよ。はいはいはい、デザイナーとかではなく誰かが描いたであろう画板ですねのこの
端に飛んだ絵の具たちというか。あ、これはなんかどっかでまた見つけたんですか？これは大阪中崎の数字の 22M って書いて NIM っていう、まあ、小道具屋さんがあって、そこで購入しました。僕も分かんなくて聞いたらガバンっていうことで、ここにアート性を見出すお店とかっていうのがすごい僕は好きなので、うんうん、あ、じゃあもうこれは買うしかないっていう感じで買いましたね、これは。なるほどね、ありがとうございます、はい、続いてこちらのダイニングテーブルって言ったらいいですかね、はいはい、ちょっとお話をお伺いしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか？この足は IKEA で購入しました。グレーのやつだったんですけど、グレーが嫌でこの塗装で剥がれたような塗装をして DIY したって感じですね。天板は黒やったんですけど嫌やったんで、同じサイズに天板を作って上に置いたって感じです。これも普段ご飯食べたりする？そうですね、ご飯食べたり、まあいろんなことしたり作業したりって感じです。うん、そしたらこのダイニングテーブルで使用されている椅子についてもちょっとお伺いしたいんですけど、はい、それぞれこのちょっと2脚について。この手前がメルカリで6000円ぐらいで購入した椅子です。これも雰囲気にやられて、もうちょっと大きいと思ったんですけど、並べてしまえばちっちゃい方が収納できるから良かったなって感じで、足の緑の感じがすごい好きで気に入ってます。でこっちが家の近くのリサイクルショップ的なお店があって、そこの外に学校の椅子が、ボロボロの学校の椅子があって、これってもらえないんですかって言って、もういいよみたいな感じで、もらった小学校の椅子です、ね、小学校の椅子もらえるんです？そうなんです、もらえてボロボロやったんで、このかけるとこと座るとこは椅子で DIY 簡単にして使用できるようにしてって感じの椅子です。なるほど、ね、うん、どうですか座り心地とかは？悪いですね。悪いんだめちゃくちゃ悪い。めちゃくちゃ悪いんだ、うん、硬いし痛いし、そんな良くないけど、仕事するときはいいかもしれないですね。あ、逆に、うん、落ち着かんから意外といいかもしれない、はいはい、うん、ですね、うん、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあちょっとまた今度その奥に行こうかなと思うんですけど、はい、奥はまたこのカウンターテーブルというか、うん、そういった感じになってるんですかね？そうですね、アイランドキッチンを意識した外れのテーブルというか。これなんかカウンターテーブルというか、ここで購入されたものなんですか？これが3段ボックスを2個買って、その上にダイニングテーブルと同じ天板を、また同じ天板作った DIY の品です。どうやって作ったんみたいな、よく聞かれますけど、ただ天板のしただけやでっていう風には伝えるんですけどね、うん、じゃあまあここでコーヒーを引いたりだったり料理を作ったり。そうですね、はい、こちらにねカウンターテーブル、まあ、コーヒーを、ね、作るアイテムがたくさんあると思うので、この辺のちょっとお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、コーヒーを飲むにあたってこだわりの飲み方だったり引き方だったり、なんかそういったところあったりしますか？うんうん、そうですね、普段家でやる分にはハンドドリップでペーパーで入れてるんですけど、自分が勤めてたカフェがサイフォンだったので、サイフォンで入れるのがすごい好きなんですけど、家ではペーパーで入れてるって感じですね。で、まあ、その中でもペーパードリップで入れる店舗もあったので、その店舗のレシピを忠実に再現させてもらってやってるって感じですけどね、うんうん、本当はサイフォンで入れたいです。引き目はその入れ方によって変えてるって感じですね、うん、たまにネルドリップとかもするので、その時はちょっと粗めに引いたりっていう感じです、うんうんうん、目の前にこちらにねコーヒーのマシーンが、ね、あると思うんですけど、これについてもちょっとお伺いしてもよろしいですか？はい、これがメルカリで購入したんですけど、フジローヤルの電動ミルですね。で、見ての通り結構大きいので業務用なんですよ。自分店持ちたいのがまあ目標にはあるので、買っといて損はないと思って購入したやつで、気に入ってるポイントはスモーキーなブラックと金の塗装とか、ちょっと男臭いデザインというか、うん、そういうとこに惹かれて購入したんですけど、めちゃくちゃ使ってますねこれは。味とかはやっぱりどうですか？その前は手引きのミルやったんですけど、それと比べたらめちゃくちゃ美味しいですね。あ、そうなんだ。このミル変わるだけで全然変わるんやっていう感じで。へ、うん、業務用だとお値段もそれなりでもするんですか？10万ぐらいやらしいんですけど、確か6、7万で購入したと思います。多分ちょっと特に購入できた、うん、そうですね、
まあ、なんかその他にコーヒーを飲むにあたってこだわって購入されたアイテムだったり、それこそ豆だったり、なんかそういったアイテム、まあ、なんかあったりしますか？そうですね、自分は朝入りが好きなので豆買うときは朝入りを中心に、有名どころエチオピアですけど、エチオピアとか朝入りのミャンマーとかそういうのをメインに買ってて、ドリッパーとか言ったらこのカリタのドリッパーで、こちらは大きい方もあるんですけど、ちっちゃい方が使いやすいので一番使いやすいちっちゃい方で使ってて、これはすごい気に入ってますね。とかドリッパーはそんなこだわりはないんですけど、うちの店がハリオの V60 で抽出してたので、完全に同じ味になるように V60 で入れたりしてて、そんな感じかな。コーヒーのアイテムのなんか良し悪しとかじゃなく、ただ美味しい味を再現できればと僕は思ってるので、味重視でアイテムを選んでるっていうのはありますね。なるほどね、ありがとうございます。はい、したらじゃあちょっと今度また奥の方に少し移動して、キッチンスペース、まあ、調理スペースについてもお伺いしたいんですけど、こちらのまあスペースを作るにあたってこだわってるポイントというか、なんかそういったところ何かありますか？結構インテリア好きの方はキッチンスペースって飾ったり隠したり無駄なものを省いたりおしゃれに見せると思うんですけど、僕は完全におしゃれさを消してて使いやすさ重視で作ってます。油とか塩とかも全部出しっぱなしやし、スパイスとかで使う調理器具やったり全部出しっぱで、これもなんか使いやすさ重視で、なんか飲食店のリアルなキッチン厨房というか、そういうのを再現して作りました。キッチンでも作業できて、このカウンターテーブルでも作業ができるみたいな。そうなんですよね、なんかあの料理しだいぶするので、こっちだけじゃ足りなくて、こっちに物をいっぱい置いて調理はこっちでしてみたいな、そのためにこれを作ったっていうのがあるんですけど、ここ全体は料理のためだけのスペースですね。ありがとうございます。はい、はい、ということで会員さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからはちょっと軽く少しお話をお伺いしたいなと思うんですけど、このお部屋をまあ言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいなところをお伺いしたいんですけど、そうですね、友達もよく来るのでみんなで団らんできて、秘密基地みたい なんか遊び場をテーマにした部屋なんですけど、それがテーマで、でもなんか物の選び方とかは特にルールはなくて、自分の好きなものだけ置いているので、全体的に言葉でするとなんか有機性っていう言葉を僕は使ってて、有機的な部屋みたいな感じなのかなとは思います。確かに、普段インテリアとか家具だったり買うときは古道具屋だったり、そういうヴィンテージショップとか、そういうところで普段買われること多いですか？そうですね、中崎のスターキャットっていうお店が、まあ、僕の一番のおすすめで、そこは各国のヴィンテージのアイテムを、まあ、見れるっていうのもあるんですけど、なんて言ってもあのお店の人がすごく面白い方ばっかりで、見るのもいるのも楽しい場所っていうので、僕はすごく一番おすすめしてるお店です。気になる方スターキャットぜひ足を運んでみてください。はい、じゃあ最後に何か会員さんの方からお知らせだったり告知があればしていただければなと思うんですけど、何かありますか？自分コーヒー屋をしてまして、まだ曲がりとかイベント出店だけなんですけど、思い出コーヒーっていう名前でコーヒー屋をしているので、どこかで見かけられた方はぜひお店の方まで来ていただけると嬉しいです。あと自転車の乗るときに裾が絡まったりするっていうことがよくあると思うんですけど、それを防ぐ裾バンド、それを僕の彼女と一緒にやってるブランド、くるりっていうブランドで、ハンドメイドのブランドでやってるので、それもよかったら、インスタもあるのでよかったら見てください。これを、まあ、こっちのチェーン側につけて、これで自転車を乗るっていう感じで、これのめっちゃおしゃれなやつを作ってやろうっていうブランドです。じゃあ皆さんと思い出コーヒーもチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは会員さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。